改めまして勇者です。はい、ということでここまで戻してきました。で、選択肢すべて一緒の選択肢を選んできまして、はい、エンディングを見たいと思います。で、ここでイナが出ちゃったので、前回おそらくバッドエンドになったんだろうと想定されます。今回はドッペルゲンガーが逆っていうことを、まあ、入力してちょっと正解させてみたいと思います。はい、あ、まあ、アコを逆にすれば多分正解になるんじゃないかと思うんですけど、三角三角バツの部分をね、はい、いきます。結局この地検施設という場所は何だったのだろうか、何の目的で用意された場所なのか。で、ここも三角やったんですよ。モデル養成所違う、刑務所違う、健康法の図で違う、ドッペルゲンガーで三角やったから、まあ、消去法でセットアップなんですけど、意味わからんけど、黒崎がセットアップしたかった舞台となった。ここは黒崎さんが用意した舞台となった。まあでもね、消去法でいくとこの3つ絶対ないから、で、これ三角やったから、多分これなんやけど、ちょっと意味がよくわかんないですけど、まあとりあえずこれでいきます、セットアップ。で、これまで一緒に行動していた黒崎しおり、木村清志、この両面には、これは、親しい間柄ですよね。え、これ丸でしたよね。忘れたな。ここ間違ってん。勇気のような女性。こちらが、これが本物ですよね。これが本物。そして、黒崎しおり、彼女はこの試験施設で何をしようとしていたのか。三流ドラマ。そして、他の空欄も埋めよう。まず、ここやな。分裂ですね。勇気のような女性から黒崎さんは分裂した。そうですね。そうですね。そうです。勇気のような女性から分裂したんで。で、木村死体。これが、死体が本物ですよね。これ本物ですよね。え、ちょっと待って。本物、ドンキで、ドンキ、本物、ドンキ。ドンキにしとくか。で、ロズは、この辺は多分、ロズは新スタッツ、違う。なんか違う。ところ違う。新スタッツですね。まあ、消去法で行くのが一番良さそうやな。で、あとは、ここか。ほぐれと、ここも三角やったような、言い争いにして確か三角だったんで、偽物。まあ、妹にしとこうか。もうベタですけど。あとは、これは木村と施設の関係。人体実験、運転手、八つ当たり、軽蔑。まあ、軽蔑もあるけど、まあ、運転手でいいか。間違ってはいないはず。よし。じゃあ、これでいきますね。これでいきますね。確定。頼むぞ。え、空白がある。マジか。空白がある。どこだ。どこでしょう？あ、ん？どこ？え、空白あります？ん？あったあった。ローズのところや。医者ですよね。研究者じゃない、運命、紫もよくわからない。医者ですよ。医者。よし、確定。さあ、頼む、頼む。イナじゃなければ、おそらく話は変わるはずなんで。まず、ここ。これがちょっと心配ですけど、当たってると思うんやけど、この施設の惨状は、黒崎さんの歪んだ願望を満たすために利用された。理性を失って暴れた被験者たちが施設を破壊する中、黒崎さんはそこで唯一生き残った悲劇のヒロインとして、周囲の同情を一身に集めようとする。彼女はいわば女優で、舞台はこの施設。物語の舞台は僕たちが到着した時点でセットアップは完了していたので、当たってんな、これ。正解ですね、おそらく。木村さんと黒崎さんは友人上の関係。それはつまり恋愛関係ということに他ならない。確かに木村さんは黒崎さんのことをしおりと下の名前で呼んだ。いや、何より木村さん自身がそれなりに親しい間柄だと認めている。これも合ってるでしょう。そんな彼がこの惨劇に出くわして心の底ではどのように思ったのだろうか。
愛情を感じる女性を守ろうと思ったのだろうか。それも今になっては知るすべがない。彼のためにも僕は真相に行き当たらなければならないのだと。はい、ここ来た、勇気のような女性が本物の黒崎さんだ。来た。その根拠は何よりも木村さんの証言だ。彼は黒崎さんは以前は暗い性格をしていたと言っている。どうやったらあのように自己顕示欲が強い人間に変貌するのだろうか。僕の答えはこうだ。何も変わっていないと。だから勇気のような女性が本物の黒崎さん。じゃあ僕らが接してきた快活な黒崎さんは一体何者なのか。その真実に僕たちは到達しなければならない。で、分裂したよね、多分。三流ドラマ。これは正解してるはずです。この事件は黒崎さんが生み出した三流ドラマだ。それは何よりも管理室に置いてあったノートに現れている。そのノートにはまるで悲劇のヒロインに対する憧れが多く描かれている。それはそう。この惨状のようだ。こう考えてみてはどうだろうか。すなわちこの状況は黒崎さんが望んだこと。こんな不幸な境遇から生還すれば世間から注目されるに違いない。それは取りも直さず彼女の自己顕示欲を満たせるに違いない。木村さんが勇気のような女性に襲われるのも察知していた。だとするならば彼女は木村さんを見捨てたことになる。一体なぜ、どうしてそこまでする必要があるんだ。もしこの考えが事実であったとしても疑問がさらに噴出する。その答えはおそらく黒崎さんが全て握っているだろう。頼む。丸、よし。あ、ここ三角か。しまった、確認しとく忘れた。丸、ドンキは三角。大丈夫でしょう、妹丸。あー、危ねえ。よし、これで多分進展します。さあ、ドキドキする。真相が明らかになるな。僕たちはあの黒崎さんに話を聞くために急いで駆け出した。僕たちが食堂に息も荒く駆け込むと、その場にいたロズ先生、黒崎さんがハッとした顔でこちらを見た。あやさんは落ち着いているとはいえ、やはり顔色はまだ悪く、ロズ先生はそれを心配して検査をしているところだったらしい。駆け込んできた僕たちを見ると、黒崎さんは心配そうな様子になる。そんな慌ててどうしたんですか？今何か水でも。いらん、お前の出そうとするもん、もう、飲まへんわしゃ、あんなもん。もう一回もう、えらい目を取んな、こっち。そう言って台所に行こうとした腕を僕がガシッと掴んだ。視線が絡み合う。いやいや、なんか恋愛みたいで。あなたは何者なんですか？僕は静かにそう言った。きちんと彼女が生み出す妄想の力を把握し、その正体を見極め、そして力を貸してほしいという気持ちだった。何ですって？なんだ君はってか。しかし黒崎さんはそれを聞いた途端、いぶかしげに眉を寄せた。私が私じゃないとでも言いたいの？僕の気持ちと裏腹に黒崎さんは別のところが引っかかったようで、顔を歪ませこちらを睨んだ。そして肩を震わせうつむいた。一瞬また泣き出したのかと思ったが、そうではなかった。来た、これや。あれ違う、なんで、どうしてなのよ。声を低くして何度も同じ言葉をつぶやいた。その言葉にひどい胸騒ぎを僕は覚えた。どうして。黒崎さんは言葉を震わせ絞り出すように発する。みんな私の邪魔ばかりして。さまざまな感情が渦巻き、言葉は輪郭を失い、ひたすら同じ単語の応酬が始まった。どうしてじっとりと嫌な空気が辺りを支配する。黒崎さんはこちらを睨み上げた。渦巻く感情は結界を崩壊し、すごい言葉ですね。結界を崩壊し、どんどん溢れ出してくる。どうして？あなたはまた。私はただ幸せになりたいだけなのに。涙の膜に覆われた彼女の目には光が宿っていない。暗くよどんだ瞳。幸せになりたかったのに。凄まじい形相で叫ぶ彼女の声は部屋に響き渡った。だから必死に頑張った。みんなに笑顔を振りまき、献身的に世話もした。黒崎さんは心の中を吐露していく。そしてそれもこれもただ幸せになりたいだけなんだと、張り付いたような笑みを顔に浮かべてそう言った。僕は息を呑んだ。あなたが仕組んだことなんですね。僕はそう言って目を細める。ラボの暴動も殺人も何もかも、この事件は全て黒崎さんが行ったのだろう。いや、彼女の強い思いが妄想の彼女を生み出し、そう行動させたのだろう。だが黒崎さんは違う、そうじゃない。私はただ与えられた状況で精一杯頑張っただけ。そう涙声で訴える。聞いて、私は悪くない。私はただ頑張っただけ。だからこそ私はあの薬を飲んだんですね。
さっさと彼女を拘束した方がいいです。彼女は妄想と現実の区別がついてない。危険です。とロズ先生が囁いた。その声は恐怖でだろうか。少し震えているようにも思える。しかし黒崎さんはその言葉に首をひねった。何を慌てるの。そして口元をニュッと引き上げ笑った。うっとりとした声を出す。自分とあのラブロマンスの主人公を重ねているのだろうか。コツコツとたっぷり時間をかけて黒崎さんはキッチンへと移動する。あかん、またや。そして鍋のお玉を手に取りスープをかき混ぜながら陶酔した声で語り出す。怖え、めっちゃ怖い。おばはん、めちゃくちゃ怖いこれ。私は最愛の人を亡くして一生愛を捧げるヒロインになるの。そのためのセットアップは完了しているのよ。それはまさか木村さんじゃ。黒崎さんはにやりと笑う。それはとても綺麗とは言えない歪んだ笑みだった。もう一度やり直すの。それは僕たちがここにやってくることのきっかけになった暴動の再現。そのために地下室から拝借させてもらったこれをあなたたちにも飲んでもらったのよ。おいおい、え、ちょっとバッドエンド、怖っ。そしてスープの鍋に手をかけるとそれを無造作にひっくり返した。鍋底には溶けきっていないオレンジの薬が多数貼り付き覗かせた。おらー、うわ、飲んだんじゃんこれ。まさか薬を。黒崎さんはその質問に目を細めて微笑んだ。それは無言の工程だった。うわ、スープに混ぜ込んどるやんこれ。おい、もうヒ素、和歌山カレー事件やこれ。おい、でもそれならあなたも飲んで。分かっているわよ。だからあの小豚ちゃん、ふふ、赤坂くんの置き土産を失敬したの。彼女は赤坂さんの戸棚に入っていた薬をいつの間にか取ってきたらしい。そのブルー錠剤を見せつけながら飲み干す。そして茶目っ気あふれた笑みを見せる。宣告から彼女の笑みはこの場に不釣り合いだった。彼女の妄想が暴走し、狂気となって僕たちに牙を向いていた。あなたたちは苦しんで死に、その惨劇に私はたった一人だけ生き残る。これで悲劇のヒロインの完成よ。あはは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 は。笑うねー。彼女の高笑いが永遠に響き渡る。勝ち誇った勝利の笑い。だが、おっと出た、勇気のような女性。その妄想がどれだけ人を苦しめたと思うの。彼女は背後に影が揺れる。もう一人の黒崎さんがナイフを持って立っていたのだ。もう一人の黒崎さんである彼女は唇を強く噛みながら黒崎さんを睨んでいた。来たわね、出来損ない。うるさい、来たな、スネーク。奥歯をギリリと鳴らす。その際に切ってしまったのだろうか。唇の端からは血が一筋流れ出していた。私はあの人本当に好きだったのよ。そしてナイフを強く握りしめ直すとそうつぶやく。私だってただ幸せになりたいだけだった。だからこそ自分自身を否定し続け、理想の自分を無双する毎日で、誰からも相手にされず妄想するしか楽しみのない人生。彼女は何を言ってるのでありますか。小暮さんを含め全員が戸惑っていた。目の前で起こっている不可解なことに思考は停止している。あんたのおかげで最初は人生が一変したって思ったわ。社交的で誰からも好かれる自分が誕生したって。もう一人の自分が外に出て自分の代わりに他の人に接してくれると人受けも良くなったしね。なるほどね。まあコピーロボット的な感覚で使ってたってことか、ドッペルゲンガーを。ナイフを握りながら目はうつろだ。彼女の言葉からは腹立たしさとか悲しさ虚しさ、いろいろな感情がごちゃ混ぜになっている気がする。どうしようもない怒りと思い。あなたは私の代わりとしてさぞ幸せだったでしょう。けれどそれは私の幸せじゃない。彼女は声を張り上げる。妄想が具現化したって世界は私により、より冷たくなった。さらにほのかに恋焦がれていた木村さんも死んでしまった。すべてはあなたのせい、そして私のせい。私のせい、私の。
もう一人の黒崎さんは切々に語っていく。もう歯止めが効かないようだった。やはりあなたは。ナイフを持ったまま彼女は悲しそうに僕を見た。あなたが本物の黒崎さん。そう、ナイフを持った方がオリジナルの黒崎さんなのだ。そして僕らとずっといた黒崎さんが妄想で生まれた黒崎さん。彼女は寂しげな瞳を僕に向けた。ビッグボス！その瞬間、僕はオリジナルの黒崎さんに思いを馳せる。彼女の心の抑圧、それは自らした自分の否定だった。その心の歪みがもう一人の黒崎さんを生み出してしまったのだ。けれど徐々に彼女は気づいてしまう。もう一人の自分は自分ではないことに。人受けがいいとしても、それは結局は自分ではないのだ。妄想の彼女が木村さんと親しくなるにつれ、オリジナルの自分の嫉妬心の方が強くなってくる。ましてや妄想の方が自分を見下し、ないがしろにするようになったら、嫉妬は憎悪に変わり、黒崎さんの孤独感、絶望感はますます高まっていったのだろう。だから何だというの？それでも私のドラマは続くのよ。言うてもだ。しかし悲劇のヒロインを気取っていた本当の妄想の産物である黒崎さんは小さく笑った。私のクライマックスは出来損ないのあんたごときじゃ覆せない。その時だった。突然ロズ先生が苦しみ出す。ロズ！遅か。何？ほらね。妄想の黒崎さんは痙攣して苦しみ出すロズ先生を楽しげに見つめている。ほら、ドラマが始まったわ。ぐっか、ぐわー。これは私が主演でヒロインの大事なドラマよ。みんなもキャストとして頑張って。挑発するような物言いに背筋が凍った。ぐっか、ぐっか、ぐっか、ぐっか。ロズ！化け物のような絶叫を上げ続け、僕らの耳をつんざく。そしてロズ先生は部屋に、廊下に飛び出した。ロズ先生！僕たちの声も彼の耳にはもう届かない。カカカ、愉快でたまらないといった笑顔。それはとても幸せそうで、醜く歪んだ残酷な表情だった。注目されたい、愛してほしい、その思いはここまで大きく深くなるものなのだろうか。彼女は愛を訴えれば愛されたいと願うほど、オリジナルの黒崎さんの悲鳴のように聞こえた。さあさあ、次は誰？プシュッ。刺さった。もう終わりにしましょう。流れるち、ポタポタとその胸から光るナイフが滑り落ちていく。滴り落ちていく。あんたはもう必要ないのよ。うつろに微笑むのはオリジナルの黒崎さんだった。握られたナイフは自分の分身と言える妄想の彼女の胸を貫いていた。ふふふふ。いや、この絵。何この絵。なんかいろいろ突っ込みたいですけど、まあいいですわ。シャーンみたいな。擬音をつけるならどういう擬音になりますかね。チューンみたいな感じですね。ソーンみたいな。すごい、バナナみたいな、ね、バナナで、プーンみたいな。妄想の黒崎さんの顔からは血の気が失せて蒼白になっている。それでも出血は止まらない。真っ赤な鮮血が溢れ続け、服を染め上げていく。そんな状態でも妄想の果てに具現化したもう一人の彼女はその現実を見据えず、未だにここから華麗なる復活を夢見ているような目つきだった。オリジナルの黒崎さんは頬を濡らしている。その流れ続ける涙を拭わず、ただひたすらに微笑んでいた。結局私は私でしかなかった。理想を追い求め、彼女はずっと見ているだけしかしていなかった。けれど現実と違う自分を作り出しても彼女は幸せにはなれなかった。私はずっと臆病で暗くて、誰からも愛されない。黒崎さ、幸せになりたかっただけなのに、私があの子よりもずっとずっと。声は徐々に小さくなっていく。ぽっかり見開かれた目がどこか遠く彼方を見つめていた。でももうおしまいね。ぽつりと息を吐くと同時につぶやく。目はうつろなままだ。私はずっとこのままなのよ。ずっとずーっと。微笑み続ける彼女には疲弊と衰弱で影が落ち、覚悟と定感が入り混じっているように感じられた。違います！意義あり！僕はそう感じるやすぐに思わず声を張り上げていた。違いますよ、黒崎さん。このまま人生なんてないんです。人生は自分次第でいくらでも上向きになるんです。そう、変わるのは自分なのだ。誰かが変わってくれる人生もない。他の自分を願い、それを思うだけでは何も変わらない。自分は自分でしかなく、自分を変えられるのも自分でしかない。だけど黒崎さんはその言葉に冷笑した。パクパクと口が動く。何も変わりはしない。ぽつりとそう唇が動いているように見えた。もう私には
ただ絶望と羨望と共に歩むしかないのよ。うつろにそう微笑むと、黒崎さんはブルーの薬の入った瓶を手にして僕に投げた。これは？あげるわ。さっきロズ先生が落としていったわよ。ロズ先生が？なん？すると、その途端だった。彼女の体から赤い炎が噴き出し、黒崎さん自身を覆った。何もう薄赤い炎が揺らめき、燃えかすが舞う。パチパチと火の粉が叫んでいた。炎が一気に施設全体を支配し燃やしていく。彼女はここで死んでしまう気なのだろうか。水晶先輩、施設中に火の手が。そのままですぐに火の海です。早く逃げないと。超展開やな。もう意味わからんけども。後ろから羽黒さんの声が聞こえる。早く逃げなさいよ。彼女、あの体調じゃ持たないわよ。見ると、あやさん苦しそうに喉を押さえている。額には油汗だ。あやっ！小暮さんはあやさんに近寄ると彼女を背負う。一刻も早くこの場を立ち去らなければいけない。ほら、行って。ダメだ、黒崎さん。現実に生きて。現実にもたくさんいいことはあるはずだから。そう叫ぶが、その言葉に黒崎さんはバカねと口元を緩めた。僕自身も自分で言いながら、どこかその言葉に嘘くささや虚しさを感じている。どうしようもなく孤独だった黒崎さんにとって、本当に現実がいいのだろうか。わからない。でも、それでも僕は叫ばずにはいられなかった。人は生まれながらにしてこの存在を持って生きていい、そう思っているから。黒崎さん、生きてください。いえ、自分でしたことは自分で終わらせてけじめをつけないと。私以外に私がした始末はつけられないからね。黒崎さんはそう言うと、僕を後ろに突き飛ばした。瞬く間に煙が濁流のように流れ込んでくる。このままでは一酸化炭素中毒になってしまう。僕は炎と煙の濁流にも流されそうになりながら体を起こした。早くしなさい、新庄君。鴨泉警部補の声が届く。僕は意を決してうなずいた。急いでその場を脱出する。それしかできなかった。黒崎さんは炎の中でいつまでも笑っているようだった。僕らは炎上する施設から脱出するためにとにかくひたすら走った。玄関はロックが開いているはずだ。走る小暮さんの背中には綾さん背中には綾さんは守られるようにしっかりと背負われている。ロズはどうなったんやろな。走り続けるとやっと玄関が見えてくる。一刻も早くここを脱出しなければ。その時だ。あれは玄関の扉から少し離れたところに何やら黒い物体が転がっているのが分かり、目を細めて確認する。ロズ先生だった。ロズ先生は仰向けで喉をかきむしったようなポーズのまま倒れ込んでいた。その腹部は胃や腸など内臓部分が破裂している。ダメです、死んでいます。横たわる先生に触れた羽黒さんが首を横に振ってうつむく。当然だろう。ざわざわざわ。一瞬だけ何かが聞こえたような気がして後ろを振り向く。ロズ先生の手にはブルーの錠剤が握られていた。新庄君、早くしなさい。はい。そのまま立ち尽くす僕を鴨泉警部補は迫り立たせ、僕は勢いで身を翻した。僕は急いで身を翻した。そして僕らは無事全員施設から生還することができたのだった。外に出れば今までよりも澄んだ空気が肺に入ってくる。眩しさで目がくらみ、視界が滲んだ。しかし暗闇に浮かぶ眩しいくらいの光は赤い炎で、それはゆらゆらとまるで幻想のように燃え上がっていた。延々天にたぎるとはこういうことを言うんだろう。ゆらゆらと生も濁もあらゆる全てのものを燃やし尽くす炎。ゆらゆらとその炎は施設は燃えて崩れ落ちるまで続いた。そして謎はいくつも残ってしまった。水の正体がドッペルゲンガーでなかった以上、春菜さんたちの死の真相も結局わからないまま。本当に黒崎さんは2人いたのだろうか。今はそのことにも自信が持てないでいる。施設は燃えて崩れ落ちる。その残骸は火の粉に変じた。そして、すいません、フォントが小さくて読めへん。なんちゃらな空気の中、火の粉をまき散らして、この事件の終わりを告げる。それをただ見つめるしかできずにいた。結局、いくつもの謎を残したまま、事件はうやむやになった。施設責任者に連絡を取ろうにも、存在が確認できず不明のまま、何の薬を研究していたのかは結局分からずじまい。焼け跡から黒焦げになった骨がいくつも発見されたらしいで、
そう言って、インド警部が現場の資料ファイルを僕に投げ渡す。そしてそのままいつもの指定席でイヤホンを耳に詰め、新聞を広げてしまった。はあ。僕は一つため息をつくと、その資料を広げてみることにする。するとそこには、インド警部が言ったような内容が書いてあった。そして焼け跡からは、黒焦げになった骨がいくつも発見された。黒崎さんらしき骨が2体、木村さんらしき骨が2体。不思議なことに、これらはそれぞれ全く同一の骨格であったという。そして他の場所からはいくつもの骨が発見されている。多分それらは被験者たちの骨だろうと思われる。僕は全てを読み終えると、ファイルをパタンと閉じた。これで全て終わったのだ。結局あれから僕たち全員何も発症しなかった。あの後半信半疑ながら青い薬を飲んだのだが、それが効いたのだろうか。何の薬だったのか、その後精密検査をしても痕跡すら残っていなかったという。事件で見たことから推測するには、向精神薬のようなものだったのだろうと、鴨泉警部補はあくまでも科学的に分析していた。しかしこのことを報告書に何て書けばいいのだろうか、わからない。見たことをそのまま記しても一生されるだけだろう。こうしてまたこの事件も地下5階編纂室にファイリングされ、収められることとなる。絶対何か怪しい研究の薬だったんですよ。何言ってるの？怪しいとしても、それは科学的に証明できることの範囲内でしょ。でも、ドッペルゲンガーだって存在してたんですよ。他に何があっても否定はできないと思いますよ。その話をするたび、羽黒さんと鴨泉警部補は言い争っている。理論武装の鴨泉警部補、オカルトの知識に異常なくらい長けている羽黒さん。なかなか決着はつかないようだ。先輩、この説は、あやともども大変お世話になったであります。は突然後ろから声をかけられ驚く。小暮さんはすみませんと頭をかいた。あやさんといえば僕らと同じように青い薬を飲んだからか、何も発症しなかったようだ。容態も落ち着き、検査の結果も良好だった。小暮さんの笑顔を見ていると、あやさんが元気でいることに間違いはないようだ。例えばあやさん、またモデルを目指しているんですか？しょうがないから好きなだけ挑戦させるようにしたであります。じゃあ学費も自分の発給ではどうにも。でもチャンスはあげたであります。ん？チャンス？どういうことです？小暮さんに連れられてやってきたのは警視庁前、太陽の光が降り注いでいる。その光でアスファルトの上にはコントラストが作られ、建物などの濃い影ができていた。そんな光と熱が降り注ぐ場所にいたのは、交通安全、横断歩道を渡るときには手を挙げてという文字が淡々と書かれている。青や黄色など様々な色をした風船を手渡している着ぐるみ。僕は自分の目をこすってもう一度伺い見た。なるほどね。アルバイトを斡旋してあげたってことですね。まさかあれが。はい、そうであります。笑顔を見せる小暮さんは、あやさんだという着ぐるみのもとに走り寄っていく。その足取りは軽い。そして僕を呼ぶように満開の笑顔で手招きをした。いや、あやさんだよね。元気そうでよかった。僕は半信半疑で問いかける。もしかしたらこれは強い直射日光が僕に見せる幻覚なのかもしれないけれど、十条さんも。そう言って可愛らしい声とともに着ぐるみの頭の部分が外される。そこには長い髪の毛を一つに束ねて、ガテン系顔負けの大量の汗を流しているあやさんが微笑んでいた。着ぐるみのバイトなんだね。はい、お兄ちゃんが紹介してくれて。ちょっと後でその着ぐるみ俺も着てみようかな。モデル志望なのにです。あやさんは腰に手を当てて、大げさにため息を吐く。首を横にブンブンと振った。もう本当、お兄ちゃんのセンスに呆れますよね。何が、あや、モデル志望にふさわしい健康的かつ安全なバイトを紹介してやるぞよ。まあ確かに健康的でこれ以上ないくらい安全なところだけれどね。目の前にそびえ立つ警視庁を見つめながら、僕が吹き出しそうになるのをこらえながら言う。小暮さんは隣でうなずいている。あやさんは着ぐるみのキャラクターよろしく、腰に手を当てて、市長さんまでそういうことを言うんだからと膨れた。しかしそれが何とも愛らしい。でもやめないんだね。以前のあやさんだったらこのバイトすら断っていただろう。だが今の彼女はそうしない。それはやはり気持ちの変化があったのだからではないだろうか。私、やっぱり夢を諦めたくないんです。頑張れば叶うって信じてますから。それにこの仕事ダサいけど、でもお兄ちゃんに私の本気のところを見てもらいたいから、お兄ちゃんに心から応援してもらいたいからね。お兄ちゃん、着ぐるみの頭を叩いて元気よくあやさんは言う。その表情は施設で会った時よりもずっと輝いていた。ほら、先輩にいる前で恥ずかしいことを言うんじゃない。小暮さんは照れているのか、そう大声を上げてあやさんを軽く小突く。だがその言葉と裏腹に、小暮さんはすごく嬉しそうだ。こらえていても口角は上がり、口元も垂れている。そんな分かりやすい小暮さんだから、あやさんは声を出して笑った。よかった、兄弟の仲は改善されたようだ。小暮さんはあやさんの夢を応援して、その力でよりあやさんは頑張っていく。夢は自分で叶えるものだけど、
誰かを当てにするものではないけれど、それでも傍らで支えてくれる人がいるということは、それは本当に力強い支えになるのだろう。きっとたくさんのパワーをもらえるのだろう。二人を見ながら僕はそう思った。はい、終わった。 B か、まあ、B 評価ですね。まあ、S はちょっと取れませんでしたな。まあそうですね、謎がまだまだちょっとありすぎますもんね。まだ続いてる。うわぁ、深夜のアイドル番組のチェックもきついでありますよ。アフ小暮総一郎巡査部長ですか。私はアパートの扉から出てきた人物に習いたての敬礼をした。いかつい体型をした相手はあくびで開いた口を閉じずに私を凝視していた。確かに自分は小暮総一郎でありますが、あなたは。申し遅れました。私は鳴海里乃巡査と申します。そうか、それは朝からご苦労。耐久が判明すると途端に上級の威厳を取り戻した。ビシッとまたしても小暮巡査部長は敬礼を返してくれた。そっちの方が階級は上なのだから軍隊のような敬礼を返さなくてもいいのに。それともこの人は初対面の女性に緊張するタイプなのかな。すぐバレた。それでわざわざ自分に何の用で。自分は送り迎えをしてもらうほど偉くはないのだ、偉くないのだが、はい、上からの指示で参りました。何でも緊急の要件だと。なんと、まさか重大事件の発生か。不肖小暮総一郎の腕を振るう時が来たか。小暮巡査部長は鼻息を荒くして腕まくりをした。この人のいいところは、いい意味で裏表がないことだとすぐに気づく。あまりの単純さに笑いそうになる。もし合コンの場で出会ったのならば、可愛いと頭を撫でていることだろう。だがしかしここは合コンじゃない。組織の枠組みの中で私はこの方に会いに来たのだ。そう、これは職務なのだ。残念ながらそのような事件は起きていないんです。なんと。では何故に。私は控えていた書類を小暮巡査部長の胸元に突きつけた。こちらをお読みください。うやうやしく手にしていた書類をお渡しした。小暮巡査部長はそれを両手で受け取る。さっと目を通した途端目の色が変わった。なんと。いやしかし、うん。さあそれでは車にお乗りください。いや待て、これはその。小暮巡査部長はうつむいた。なんだかしょぼんとしている。大きな体に使わしくない態度に可愛いとさえ思える。さあ時間はありません。でもその、あなたも組織の一員ならお分かりでしょう。しまった、少し言葉が強すぎた。だが先ほどのショックで私のどのすぎた態度に気づいていない。だがあまりにも突然のことでいろいろ聞きたいことが。何でもお好きにお尋ねください。そうか、では。でも、地理上が関係してるんでしょうね、これね。しばらくそのように戸惑い、やがて意を消したように顎を上げた。自分は何をへましたのか。私は詳しいことを知りませんが。腕を組んで円を描くように歩き回る。その様子はまるで冬眠できない熊のようだ。ノンキャリアでスタートした自分が、出身の乾署の同僚たちの期待を一身に背負って本庁へ。そして編纂室でしっかり研鑽を積むこと、いくつテストを。だが、その期待に応えることもできないのか。あの、変に考えすぎなくてもいいんじゃ。しかし、やはり血が怖いのがいけないのか。うわわ。突然の大声に私だけでなく、近所のおばさん方も顔を覗かせた。路上に停めたパトカーのそばにして、人情芝居をしている私たちはさぞ滑稽に見えるだろう。それとも幽霊や物の毛の類にめっぽい弱いのがダメなのか。まさか、羽黒から送られてきた不幸の手紙を他の人へ回さなかったせいか。いや、ちょっとだけ声を抑えていただいて。ね。何か聞いていないのか。何でもいい。誰でもいい。うわぁ。大きな体で私の両肩を強く掴む。思わず背が反り上がったが、逃れることは叶わなかった。教えてほしいであります。この不肖、小暮総一郎が、左遷される理由を。今さっき初めて会った私の前にもかかわらず、小暮巡査部長は仁王立ちで大泣きをした。そんな彼を見て不謹慎ながら私はやはり可愛いと思った。うん。まあ、ちょっと次の話というか全体の話の、まあ、軽くタッチみたいなことですよね。1回目の時もこういうのがありました。要するに、首里城がまず、何かしら事件に巻き込まれているというか、首里城が犯人みたいな感じの扱いされてたので、で、小暮もそれで今、降格というか、左遷されるという通知が来たみたいな感じの体なので、おそらく編纂室メンバーが、
何かしらの事件に関わってしまったということなんでしょうね。まあこれは後々分かってくることなんだと思います。とりあえず高額アルバイトは B クラス 70% で終了します。多分オカルトルートだったと思います、今回は。で、科学ルートの方にも進めば、もうちょっとその薬とか、あとドッペルゲンガーに見えたものが本来は違ったとか、おそらくまあ黒幕犯人もまた変わってきたりするんだと思うんですけど、とりあえず私はここはもう B クラスで置いておいて、次赤いちゃんちゃんこ、こちらに進みたいと思います。では長かったですけど、高額アルバイトを、ずっと見ていただいて本当にありがとうございました。ちょっと謎を残したままですが、はい、続きましてこちらに次は進みたいと思います。では見ていただいてありがとうございました。